思い知るがよい。これがデインの力だ。あ、それがデインの力か。やるじゃねえか。くそ、ちょっと待って、痛い痛い。もうすぐ楽にしてやるぜ。で、あっと、近づいてきたらナイトが突っ込んできて、カラスまでおかわり来た。マジか。で、ケビンちゃんはリュシオンで自然回復する。ああ、やっぱ10回復みたいですね。なんでまあ10未満の HP やったら、まあ10未満のダメージやったら、まあ満タンまで回復できると。で、セネリオでやっちゃうか。そいつはいける。サンダー、エルウィンド、ちょっと待ってよ。風 C ですよね。トルネード風 A か。あー、ちょっと待てよ。じゃあ風ぶっぱなっとくか。ちょっともったいない。まあ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 、うん。とはいえ武器経験値もね、稼いでおきたいんで。さあやってしまって、で後ろの魔導系どうしよっかな。ナイトとカラスの動き待った方がいいんかな。微妙やな。賢者ね。で、こいつライトですよね。で、こいつの範囲がそこ。っていうことは、魔導系に関しては先に動くんですよね、多分。なので、ねえ、キルロイでもう受けてしまいましょうか。で、こいつはもうちょいで倒せるんで、よし、鉄の斧で刈り取っちゃいましょう。で、一旦魔導が詰め寄ってくるんで、ケビンはちょっと、まあ魔防があんまり高くはないっていうところがあるので、まあ下げで魔防が高い人らでちょっとなんとかしましょうか。で、まあ移動範囲も広いんでこの辺でいいよね。で、魔導押しが速さ12で高速落ちなしですよね。あー、ていうかウィンドウィンドか、ウィンドか、ウィンドなのか。で、魔防が14なんすよね。魔防が14。こっちは魔防20。勝った。マジか。エルウィンド通らへんな。じゃあ、じゃあもう、キルロイでやっちゃうか。ぶちかますか。あ、でも、ダメージ耐えひんよな。いったら、魔者かな。賢者と、司祭ですよね。どっちも上級職ならば、別にマーシャで受けちゃえばいいような。あ、ちょっと待った。違う。そう、特攻。風は特攻なの。ならば、キルロイですね。キルロイで、ここっすよね。で、キルロイそこ行けるんですよね。で、こいつは攻撃できる。で、こいつも移動範囲広いんで、じゃあ、キルロイ前に出してしまいたいが、うん、ここかな。で、待機で、リュシオンで再行動したい面々いるか。いないよね。とりあえずステラで、ちょっと待ってよ。ステラはこの範囲外でフットアンダーウェイできるように待機してもらいましょうか。で、こいつらはそこなんですよね。じゃあ、しまった。この範囲外で、うん、まあ十分ですよね、これで。で、マーシャもいつでも行けるぜって準備して、いや、ちょっと待てよ。宝箱開けて、リライブ持ってるんですよね、あいつ。だから、なんとか、盗みたいけど。交換して、しまいたいけど。ちょっと待てよ。マイクもう出番ないよね。いや、出番なくはないんですよね。カラスの相手したいか。まあでも、ジルさんとかでも十分断ってあげるんで、前に出す。
で持ち物交換でリカバー没収しましょうか。で待機する。でこの辺かな。うん、まんま詰めすぎてもあれですよね、ちょっとなんかわちゃわちゃしちゃうんで開けといて、でそこにフォルカ置きましょうかね。でね、フォルカ再行動する。で相手の司祭も結構魔防が高いんで、まあ、キルロイの一発でさすがに沈むことはないと思うんで、まあこんなもんかな。 OK で相手ターン。さあ司祭同士、黒かな、黒ですね黒対白。さあただそんな攻撃じゃキルロイには傷一つ負わすことはできませんよ。甘いよ甘いよ。からのなんか腕を横に広げてかっこよく必殺でもなくライトをぶち込むと。 OK であ動くのね、動くのね、そういう動き方するのね。マジ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 、ちょっとこれ微妙じゃねこれ、大丈夫。でリュシオンが、リュシオンが目覚めてしまったんですよね。だったらもう一網打尽にしちゃうかこれね。でまずリライブをいただきたいのでここで盗みましょうか。でリライブいただく。でねえ、このカヤッチェまあダメージの通りがねちょっと微妙なんで、でトルネードジルは特攻ではないけども、マーシャが食らった場合どうなる。あーでも大丈夫そうね、やったら全然問題ないっすよ、問題ないっすよまだケビンが食らうよりマシじゃないね。いや痛いな、トルネード痛いな、どうしよっかな。とはいえ打たせないっていうことはできないんで、もう早めに楽にしてあげたいところではあるんですけど、どうするかな、どうするかな。いや結構硬いんですよねやっぱ上級職だけあって、命中が絶妙。うん、やったら手前の司祭をまずはやってしまう方が良さげなので、ケビンでやっちゃうか。 OK でまあ必殺もらって死ぬこともないんで、ここでぶん殴りましょう。でどこに置こうかな、ケビン最高度負けるところで、あそうクラスチェンジ忘れてたここでね、そうクラスチェンジしてからさらに襲いかかるケビンをお見舞いしたいんですけど、ボーナスがどんぐらい、まず武器選択ですよねって言っても、そう前回記録した段階で僕は槍を持たせてたんで、多分当時の僕は彼に槍を使わせたいとそういうね、思惑で持たせてるはずなんで、まあ槍持たせましょうか。するとまあ剣と斧とでまあね結構万能に戦えるはずなんで、あーちゃあ斧と槍で結構万能に前出ていけるはずなんで、で、リュシオンがちょっと待てよちょっと待てよ、ウィンドですよね、ウィンドですよね、ウィンドもらったら死ぬよなさすがに。魔法25ある魔法25あるのリュシオン、大丈夫やん、じゃあ余裕じゃね。だって特攻とてウィンドですよね、3倍になったとこで E66 ですよね。やったら、ウィンドをもらっても大丈夫ならば、例えばここで踊った場合壁ですよね、ここでカヤッチェですよね、だからここかな、ここで踊ればうん、まあたくさんの人たちが動かせるはずなので、ここにケビン待機する。でマーシャさんで、マーシャさんでまずは鋼の槍
あ、鋼の槍でワンパンなんかこいつ。ワンパンっていうかワンターンキルできんのか。じゃあ別に臆することはなくどんどん攻めていってしまっていいような気がするので、ステラでこの辺打ち抜くか、ジルで鋼の槍で、うん、やったら、ちょっと待てよ、これは攻めすぎか、攻めすぎね。やったら、ただ命中100じゃないもんね。うん、命中80なんすよね。まあ、マーシャ外したら、ジルで突っ込むか。ね。そうしよう。から、ここ。うん。結局、反撃で一発、トルネード打ってしまうんで、まあ、それはね、しゃあないんで、思い知るがよい。これがデインの力だ。あ、それがデインの力か。やるじゃねえか。くそ、ちょっと待って、痛い。スーパー痛い。ちょっと待ってくれ。痛えな。やっぱ外すか。90% ぐらいあるはずなんだけどね、命中で言うと。まあ、外すか。で、ちょっと待ってよ。キルロイ邪魔だね。ちょっと待った。やったら、ちょっと待ってよ。マーシャ再行動したいよな、これ。だから、ここかな、じゃあ。で、この場所に、キルロイの場所に、キルロイは回復に回るか、ほんなら。ね、その方が良さそうですけど、で、このターンで、こいつらを血の打尽にするには、13ダメージ。で、剣なんですよね。で、こいつも剣、威力はこっちの方が高い。13ダメージと18やから、1足りない。マジか、こいつ強いな。じゃあ、いやー、ここはおとなしくリブロを振っとくか。で、ジルさんで、うん、そうね、リブロを振ってマーシャリブロをする。でジルさんで、マーシャのあの2個下までヒットアンダーウェイして、でリュシオンで踊る。それでいいかな。うん、ってすると結構打撃を与えれるはずなんで、なんでジルさんまあ上級職になったとはいえ若干速さが足りていないが、まあ硬いんでね、その分ジルさんは耐久がガチガチなので。でここ下がる。その空いた隙間にユシオンが颯爽と現れて踊る。さあ皆さん頑張ってくださいよ。どう一気に仲間たちを鼓舞して、でケビンは槍が使えるようになったんで、こいつやっちゃうかこいつに打撃を与えるか、微妙なところ。ステラの攻撃がどんぐらい入るか。5っていうか命中が足りない。ちょっと待って、だったらケビンで数減らす方がいいよな。いや、ちょっと待ってよ。ここはマーシャでカヤッチェ殴って当たったかどうか、とにかくこいつが一番怖いから、こいつを優先してやってから考えよう。うん、オッケー。近づかせすぎたかまあ、あの何が作戦だったかよくわかんないんですけど、あのこれがデインのやり方ですかどうということもないですよと。でマーシャがサクッと経験値いただいて、力守備おいしい。いやー、速さがね高いんで力守備おいしいね。でトルネードゲット、輸送隊に送る。でケビンとジルさんで壁は作れるんですよね。やったらこの辺下がるか。
と微妙微妙微妙、ここでいっか、ここでいいね。うん、でねえ、ジルケビンでこいつらをやってしまいたいが、13ダメージなんですよね。13なんですよね。で 11×2 かな、 11×2 ですよね。だからとりあえずステラぶち込んどっかとりあえずね、とりあえずね。で、あれ、さっきより命中が高くなってるけど、ん、支援か、あれ支援ついてないよね。なんでやろ、わからんわからん、何が変わったかはよくわかんない、何が変わったかはよくわかんないが、まあここで鋼の弓別の弓でいっか。命中が微妙なんで60何歩はさすがにちょっと微妙すぎるんで、ここ鉄の弓で経験値いただいて、あ、美味しいね美味しいね。で下がる、この辺かな、下がる。で彼らは今どうにもできないんで、ジルケビンでやっちゃうか、どっちやるかな。ちょっと待てよ、斧はダメよね、鏡の槍で。うんね、さすがに鉄と鋼で差があっても、やっぱり3隙間は大きいんで、ここはじゃあ鋼の槍で削ってしまって、でケビンさんでこっちのとどめを刺すかですけど、確か上のやつの方が火力が高いならば、まあこっちやりますか。なのでケビン前に出して鉄の槍で、うん、まあ94はさすがにもう 99% ぐらいのはずなんで、99かな98か分かんないけど、そんぐらいのパーセントのはずなんで、ここはやってしまって美味しいね。でまあケビンは硬いんで特にね痛手を負うこともなく、でかつケビン・マーシャ・ジルのこの防衛ラインができてしまったんでね、もう安心していけますよ。で魔法も特に後ろの面々に届かないんで、まあこの辺前出ていきましょうか。でこんなもんかな。でネフェニーとミストでリブロー欲しい、ケビン・ジルはいらない、ユシオンは特に大丈夫そうなので、ああこれ詰めすぎかな、大丈夫。でアイクがぼっちになってるんでアイク呼んでくる、オッケー。で空いてたんね、オッケー。でカラスが残った、カラスが、そうなんかね、援軍なのに彼らだけ残ってしまったっていう、ちょっとねかわいそうなことになってるんですけど、もう彼らも死ぬだけなので、鋼の剣が、まあ、ちょい痛いけどもまだまだ HP は余裕があるので反撃で、で下がっていったね、下がっていったね。でカラスが化身したやつとそうでないやつが詰めてきたと、まああとは残党処理って感じかな。さあそれでは、残った面々をもう対処、まあこのステージのクリア条件が敵の全滅なので、まあ残りを始末していきたいが、ケビンの槍がまあ上げてしまいたい、槍をどんどん使える時に使っていきたいので、ケビン前に出しましょうか。で鉄槍を持って待機で、相手は特に遠距離攻撃できるわけではないので、まあ怖いことはなしで、まあ攻撃も20とかなんで、マーシャケビンで、うん、タッグ組んでやっていきましょうか。でねえ鋼の剣、鋼の剣盗むか傷薬盗むか、とりあえず傷薬いただいて、傷薬いただいて、イレースでとどめでいいかな。まあフォルカ、無理して傷薬盗んでもな、ユシオンで、セネリオ動かしたいので、ここに置いた場合、ああいいねいいね、ここに置いて、でちょっと待てよ、
ジルの位置に置くか。ここからジルを例えばこの辺に待機させてどいてもらって、セネリをここに置く。で待機で、フォルカで盗む。で傷薬いただく。で、まあリュシオンでサイコロできるんで、この四方を囲むように彼らを配置すれば、まあ、サイコロができるので、でステラはうん、まだ置いとこうかな。ヨファでここ待機して、でリュシオンで踊りましょうか。さあみんな頑張って。でねえ、セネリオがもうすぐクラフトチェンジなので、セネリオでまずはこっちの剣士をやってしまうでいいかな。うん、でねえ、そう、この魔導士はもうセネリオに対してダメージ通んないのと、まあね、魔導系には全然通んないんで、イレースにもダメージ通んないんで、もうイレースとセネリオでこいつはもう囲んじゃおうかなと。もうどこにも逃がせねえぞと。で、まあ、クラスチェンジしちゃったんで、先に杖をね使えるようになって、セネリオのクラスチェンジどんな感じなんねやろ。なんか暁でいたような気がするんですけど、どんなやったっけっていうところはあるんですけど、どうどう、あーいい感じですね。すごいセネリオっていう感じなんですけど、で力が伸びるのは地味に美味しいよね。なんか重さがねやっぱ重くなるんで、で杖かケーキか選べるんですけど、あのナイフなんか使ったところでこんな非力なパワーでね何をしようかっていうところではあるんで、まあ順当にライブを使えるようにしてもらいましょうか。で魔力がちょっとね低いんですけど、まあ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 、今ボーナスでちょっと伸びたからね。でこいつはもうセネリオとイレスで囲んで、あのもうボコボコにしましょう。でさあ、なんでそんなあの貧相なウィンドだけ持ったのか。なんかね、あの遠距離攻撃プラスなんかもっといい武器あったやろっていう感じがするんですけど、まあなんかウィンドウを持たされてちょっとかわいそうなんですけど、まああれはもうあれはもうここでね生き耐えるのを待つだけと。でねえ、ライブでアイク回復しとく。でまあ杖はどんどん振っちゃって、再行動する。でキルロイはまあここかな。でステラもツンツンしとく。せっかくやからね。さあ鉄の弓をねついで感覚でぶち込んで、まああの向こうの攻撃も全然効かないんですけど、こっちのセネリオとイレスも全然攻撃効かないんで、ちょっとね泥試合みたいな感じになっちゃうんで、ステラでちょっと削り入れときましょうか。で、あの上級職相手に削りなんで経験値多いし、で、力がやっぱ伸び悩んでいるが、まあまあまあ速さがね、速さイコール耐久なんで、耐久伸びて、で、ヨファも打っとく、せっかくだから。打っとく。ああ、これは強すぎるか。まあ、打っとくか。ね。で、まあ、反撃のウィンドも、でも大した威力ではないんで。ああ、避けるね。まあまあまあ。威力がどうの以前に、そもそも、食らわなければどうということもないので。で、ネフェに前に出して、今のところ、活躍の場があるのかどうか分かんないけども、ネフェに前に出して、で、セネリを狙ってくるか。延命措置ですね、それは。まあ実質、大してダメージ受けないんで。まあまあまあ。ああ、ただここで連続が出てしまうと、ちょっと痛そう。必殺。死んだか。まあ、そういう運命ですよ。まあいずれね、どちらにせよ次のターン、彼は
もういなくなってたんで、このターンで返しで鍛えてもらって経験値ちょっといただく。でカラスがケビン狙ってくるね。でまあダメージは全然痛くないんで、ガチガチなんでね騎士の守り込みでももうガチガチなんでね、反撃でちょっと削る。ただやっぱカラスは早いんで、まあ、あんまりダメージがっていうか追撃が取れないのがちょっとまあたまに傷ですけど、ただこれヨファで打ち抜けるか。あーこういうダメージか。鋼だとどんなもん。鋼でも18だったらまずステラでちょっとつついて、でヨファで12でしたよね今。なのでうん、とどめさせるんで、そうねそうね、ステラでまずはつつきましょうか。でまあ追撃とかは取れないんでしっかりと削り合ってもらう。経験値多いし、で今の位置ですよね。だからここかな、ここに待機する。でヨファ前に出る、鉄の弓をぶち込む。でフォルカどうしようかな。ちょっとフォルカの立ち位置が若干なんか邪魔って言ったらあれなんですけど、ちょっと微妙なんで、フォルカ特に今もう用がないんで下がってもらうかね。この辺で置いてもらって、でここでルシオンで踊りたいんですけど、マーシャは追撃が取れるよね。ああ強いね強いね、マーシャ強いなんで追撃がバンバンに取れる。ただネフェに使っていきたいんですよね。なのでネフェに前に出すか。ネフェに前に出して、でリュシオンでそこ入って最高度かな。なのでネフェニーがちょっと待ってよ、守備11で攻撃21ですよね。でね、守備11とかなんですよね、12とかやから一応ダメージは通せる。なのでネフェニーここで鋼持って待機で、リュシオンをここにスポッとはめて踊っていく。でまあステラが再行動できるんで、まずステラからヒットアンダーウェイをしていきたいが、ここかなここかな。で、10ダメージとっていうことは硬さが一緒なんで、ヨファの攻撃は12通るんですよね。で、残りが12ダメージ、残りが HP 12になるので、うんなるので、ネフェニーで鋼で13ダメージで倒せるね。よし。でちなみに反撃食らった場合は9ダメージやから3発は耐えるんよね。だからうん、ちょっと待てよちょっと待てよ、13、ああこいつが一番力高いならば心配も何一つないので、ここはじゃあステラでまずは鉄の弓ぶち込んで削っていただきましょうか。でヨファで削ってネフェニーでとどめかな。で経験値多いし、でここかな、下がる。でヨファで、うんヨファも耐えるんで、まあまあまあ前に出しててもいいけど、まあそれやったら壁作って残り処理するかな。なのでヨファで削って、でまずネフェリーにとどめさして、まあ、ケビン・マーシャ前に出すかな。でおしまいかな、さすがに。で地味に4ピンしたけども、まあなんかバランスよく、てか今魔力飲みました、もしかしてなんか何に使うのか分かんない、何に使うのか分かんないけども、あの魔法頑張るらしいんで頑張ってくださいでこのカラスは鋼の槍でとどめを刺していくと OK で、あと2体で、まあ、全滅で、ここでネフェリも経験値を美味しくいただいて、ああまあまあまあ力がね伸びてきてるんで、火力が地味に力ありますよね、ネフェニー。
ヨファとかと比べるとケビンと大して変わんないっすわね。パワーかな、パワーかな、力いず正義みたいなそういうステータスしてるんですけど、ジルさんも前に出るぞ。じゃあジルさんでこいつつくか。うん、ケビンが、あ、横抜けれるんですよね。じゃあ鉄の槍でつっつく。でマーシャでとどめかな。で反撃は痛くない、耐えていく。で経験値いただく。あとは1個ずれる。マーシャで、マーシャで剣を振り回していきましょうと。 OK。 でそこのスペース一人前に出れるんで、どうしようかな。ジルさんでもう一匹のカラスやっちゃうか。まあまあまあ、ただ HP はそこそこあるはずなんで、ちょっとワンパンっていうかワンタンキルできるかは微妙なんですけど、ジルさん来てもらって、で、あ、追撃取れないんすか。マジマジ。じゃあ斧振っとこう、せっかくやからね。斧の経験値をいただいて、で次のターン化身するかな。こいつなんか順番にカールガール化身してたんで、おそらくこいつも多分化身するんだろうなという予想ではあるんですけど、でまあ残りの面々、うん、まあライン上げなくてもまあどうにでもなりますけど、アイクはいっかこれで相手ターン、やっぱ化身しますね。さあでジルさんにつっついてくるけども、まあ耐久が上がってるんで、まあ倒しきれはしないか。ただまあいい削りするんで、あとはこれを誰でとどめさすかですけど、どうしようかな。ネフェニー、ネフェニー、ネフェニーかヨファかステラか、うーん、どうしようかな。とりあえず再行動してから考えましょうかなのでここに来る、はい、キーで、セネちゃんも上がる。あ、ミスった、ちょっと待って。でここで踊る。するとイレースでとどめでいいような気もしますね。よしよしよし。でしれっと何気に2レベル上がってるリュシオンさんあー、魔力何に使うのそれで魔法がすごい、相変わらずカチカチなんですけど、成長率すごいですねこいつ、こいつっていうなでウィンドでとどめが刺しきれない、ウィンドで刺しきれない。まあしゃあない、ウィンド打ちましょうか。じゃあねえ、とどめはネフェニーかな、ネフェニーでやっちゃうか。なんで HP1 まで削る。でジルさん、ジルさんうおーってするで、ここが開いたんでネフェニーで、さあ最後の砦を突破しましょうか。よし、これであれですよね、クリア条件が敵全滅なので、まあ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 攻略とホッケー、まあ特にうん詰まるところもなく、そうですね、ちょっと最初サンスト打たれなかったのは誤算やったんですけど、まあまあまあ、その後ミストで引き継いでからしたんで、まあまあまあ順当やったかなって感じですよね。で、ああ負け戦か、成り上がる好機だったってのにな。シノン、へっ、アイク坊やごときにやられちまうとはな。俺も焼きが回ったもんだぜ。まあミストにボコボコにされてたから、まあそれはしゃあないよね覚悟はできてるぜ、きっちりけじめつけてくれよ。傭兵団に戻ってこい。やだね、あんたは昔から俺を気に入らないって態度だったな。なあ、気に入らないね。俺が実力もないガキで親父の意向だらけの役立たずだったから、だから気に入らない。あんたはいつもそう言ってたかもな。だが俺はあんたに勝った、もうその理由は通用しないんじゃないのか力を示したと。ち、妙な知恵つけやがった。もう一度言う、傭兵団に戻ってこい。俺はあんたの腕を認めている。
団長としてあんたを仲間にしたい。ああ次に勝負して俺が勝ったら団長の座をもらうぜ。それでいいってんなら構わん。じゃあ手打ちだなっていうかこの段欲しいんすかそもそもシノンさん、なんかどうでもいいんじゃねって思うところもあるんですけど、なんかそういうのはあれなんですねまあ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 、なんか嬉しいのかな彼も。で将軍、付近の制圧は終了しました。残ったデイン軍も退却を始めています。将軍、ああ分かった、では失礼します。どうしたんやろああ呼ばれ慣れてないからか。将軍なあ、どうにも落ち着かないという顔だね。なあシル、どうしたんだ、最近姿を見せなかったようだが。少しゴタゴタしていてね。ベグニオンを立つにあたり船を売ったり乗組員を解雇したり片付けることがいろいろあったんだ。え、船売っちゃったんすか。そうか、結局俺たちの戦いに巻き込んでしまったな。いいのか、あんたはあんたでやることがあるだろう。別に自分の利を放棄してクリミア軍にいるわけじゃないよ。まあ何かその美味しい話があるかもってあれなんですよね、なんか感じてついてくると。私なりにここにいる価値があると判断したから、だから気にしないでくれ。だったらいいが、あんたは何かと物知りだからな、いてくれると助かるそれはお互い様だよ。それより朗報を持ってきたんだ。なんだ、ガリア上層部がにわかに動き始めた。おう、これまで決して防戦の姿勢を崩さなかったんだが、いつまでたっても動かない状況に強にやしちゃうじゃない。ああそうなんや、アイク、今日の勝利はとても価値があるものだよ。デインの牙城を崩す決定的な一手となるかもしれない。クリミア軍がデインを切り崩しにかかった。その方は瞬く間に大陸中に響き渡り、輪を乱したデインに一斉に避難が集中する。クリミアを旗印にガリアの参戦も夢じゃない。ああだからこれをなんていうんですか、なんかまあガリアもガリアでデインとすごい睨み合いになってたけども、なんかそのきっかけができてしまったならばもうかかれって言って一気に崩すチャンスかもしれないと。でこのまま勝ち続けるんだ、そうすれば自然と道は開けるだろう。歴史が大きく動く、デインを俺たちの手で滅ぼす、できるだろうか俺に。人は与えられた器に従い大きくなるもの、君は将の器だよアイク。今はまだ超欲族の一部だけど、ああラグズとの信頼関係を築いたんだ。まああれですよね、まあユシオンをまあ救出したりとかで、まあディバーに感謝されてってことですよね。それは君の決断によって成し遂げられた成果だよ。親父のおかげだ。もし俺の選んできた行動が正しいと言える道だとすれば、それは親父がそう育てたからだ。まあグレイルあってのまあ今のアイクっていうところもあるんで、自分に正直に生きていればおのずと人はついてくると、そう教わった。素晴らしい人だったんだね。いつか親父のように強くなって、それから追い抜くっていうのが俺の目標だったんだけどな、結局果たせないものになっちまった。うん、まあそれを何らかの形でね、まあグレイル団長を超えたっていうね形として何か成し遂げられるといいんですけど。で一方その頃、なんだと国境が突破された。デイン兵はおるか、悪か、我がキルバスの正体も全て潰されました。やるじゃないか、寄せ集めの軍にしてはな。仕方ない、デイン軍へ救死を送れ、敵は意外にやるようだってな。直ちに。おいちょっと待て。はあデインの人間を選んで、デインの人間兵を選んで行かせるんだぞ。間違っても仲間を使うな。あーだからデイン側にやべえぞって行かせるのは、まあカラスの民じゃなくてデイン兵に行かせると。ですが翼を持たない人間では時間が、次の防衛戦線にいるプラハ将軍ってのは気のきっつい女だ。キルバス兵が負けの報告なんか持ってってみろ、その場で消し積みにされかねんさ。まあね撤退は許さんっていう感じの人ですもんね。でただでさえ撤退は許さんっ
っていう感じの人のはずが、まあね、なんかあの協力してた連中がおめおめと帰ってきたらもうてめえら何してんだみたいな感じになりそうですよね。だからまあ伝兵を送れと、まあそうなりますよね。誰だ、お、セネリオさん。セネリオ、こんなところでどうしたんだい、何を企んでるんですかまあね、なんでついてくるんだろうなとは思いますよね。急に何の話かな、さっぱりわけがわからな、とぼけても無駄です。ガリアに動きがあったのは誰かが特別な情報をもたらしたからではないですか。まあ今まで睨み合いをしててあれですよね、まあ固くなに動かなかったで、そっか、きっかけにしてはちょっと弱すぎると勘ぐっているのかな。で、あなたの役目はクリミア王女がうまくベグニオンにたどり着き、その後ろ盾を得られるかどうか、そしてそれが思いがけずうまくことが進んだとしてもラグズと共闘するに値する人物たるか否か、このその2つを見極めることだった。違いますか。まあ送り届けるだけでなく、だからもともと表立っては送り届けるやったけども、アイクたちを未だ見極めている途中、そういうわけなのかな。そこまで分かっていながらどうして黙っていたんだい。あなたの行動はクリミア王女にとって好意的なものでしたから、まあ敵ではないから大丈夫でしょうとあ、だからあれか、セネリオ的にはなんか怪しいなと思ったけど、あれなんですよね、まあなんかセネリオの性格的にはまあ別にほっといてもいいかみたいな、そういう感じで放置していたと。今は違うとでも言いたそうな口ぶりだね。だからあれか、心配はなかったけど急になんか嫌な予感がしたと。任務を完了したはずのあなたがのこのこと戻ってきた、一体何のために。あ、そっか、だからあれですよね、その共闘して大丈夫かどうかの判断に関してはもうそのガリアになんかあのまあね、出発、まあデイン兵ちゃんはデインに対して出発してまあ崩しましたっていう報告とともにまあやってるんで、まあそこの役目は済んだはずなのになぜと。君に説明しなくてはならない義務はないと思うけどではあなたの正体をアイクたちに言うまでです。あー、まあなんか言ったところであれですよね、アイクからしてもなんかあ、そうかって気にしなさそうな感じはするんですけど、どうなんやろう。誰にだって隠しておきたい秘密の一つや二つあるだろう、君も例外でないようにね気づかれている、そういうことだ。さあ明日も早いんだ、もう寝ようそれでいいんですか。まあでもセネリオはセネリオでギクってなってるんですよね。今日の奇襲を敵は事前に知っているようでした。あ、そういえばそうですね、なんか筒抜けだけどみたいな感じの会話ありましたね、戦闘前に。私の仕業だと思うのか。今確かになんか面々見た感じ怪しいとなるとナーシルぐらいしかいないですもんね。あとはみんな仲間で、ええ、やれやれ、嫌われたものだ、おやすみそこはあれなんですね、特に弁解するわけでもなく言ってしまうと、ああということで、また次回お会いしましょう。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。またね。